こにゃーにゃーちーわー、みーやんです。USA のおたまさんたち、だいぶ大きくなりました。カエルになってから5ヶ月ぐらいになったのかな。そろそろ性別わかるかな。まあまあ半年からやるのかな。まずは緑、まあ相変わらず緑。で前に比べたらちょっと外側が赤くなってきたような気がする。お尻のところのとか。でもね、もう赤くならないだろうよね。香港はね、大きいからメスじゃないかなと思ってます。次は真っ赤っかの個体かな。もうこれはね、超気に入り。相変わらず赤い。綺麗。どうなんだろう、大きさ的には中ぐらいだから、もしかするとオスかも。期待大。相変わらず綺麗。これ系は綺麗ね。あとレッドはどれだったかな。あ、ちょっとわかんない。お気に入りのやつもう一匹。これもちょっと小ぶりだからオスじゃないかなと思ってます。赤が綺麗。緑は残ってるけど綺麗。なんかね、赤ベルもみんななんかフルレッドになってきてる感じ。この子もフルレッド。赤ベルじゃないよね。この子も体型はね、メスっぽい。なんかね、他のメスが多いな、感じ的に。あ、
これ赤ベルだね。ガベルチドもほとんどなくなってきた。もう見分けがつかなくなってきた。ちょっと背中に黄色が残る感じ。次も赤ベルのはずなんだけど、どうかな。あー、フルレッドになってるよね。緑なくなったね。いい感じ。でもね、いい感じなんだけど、この体型は絶対メスだよ。ねえ、オスが欲しいのにメスばっかり。私の感じでは、このね、6匹中オスは2匹しかいないんじゃないかなと思ってます。そして頼みの綱のチャームさんで購入したフルレッド、どうなんだろうね。この子はわかんないんだよね。この子、これほんともうオスメスわかってもいいはずなんだけど、体型的にはなんかね、メスっぽい。でもね、メスにしてはちっちゃいんだよね。体型はメスだけど大きさはオスみたいな。あー、食べんの。出ない。お、ここがね、オスやったらほんと最高なんだけど。あー、前に比べたら、うわ、顔がもう大人の顔だね。あー、でも可愛い。以上です。みんなだいぶ大きくなってきたので、100均のプラ毛じゃちょっと狭くなってきた感じです。オスとメスが分かってから容器を変えようと思ってたけど、ちょっと考え中です。次に、出す時はお引っ越し動画かな。では今日はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。